モリモリ国へようこそ。記念すべき第30回目のモリモリ国へようこそです。イエーイ。初めまして、辻村ゆりなと申します。よろしくお願いします。キャッチャー、モリモリクッキングウェブで見つけたネタです。 UFO 焼きそばとプリンでカルボナーラだそうです。ぜひやってみてくださいということなんですけれども、焼きそばを用意しました。はい。うわー、かかりました。皆さん見えますか。今日も元気にソースがかかってます。はい。そしてはい、プリンです。はい、プリンです。はい、じゃあどんぐらいあります。うわー、リップさんがかけられる。たくさん、いっけ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 、どうぞ。はい、どうぞ。あー、ほんとにやっちゃった。そしてかき混ぜる、かき混ぜる。うわー、これ的にどうなのこれ。これ匂い、匂い、やっぱソースが強い。うん、ソースが強いですね。あんまりなんかプリンはそんなに匂いしなくないですか。ソースは全然ソースが強い、うん、ソースがちょっと強いですね。残念ながらあまりお匂い、おいにいわかりません。おいにいわ、これ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 、いきますよ。いいですか。口の中に入りすぎるんですかね、これこれ。本当にいきますよ。いきます。うん。頑張っててください。先輩、え、じゃあこれ私も食べた方がいいですか。うん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 、わかんない。これ、これぐらい、は？だから先輩があんなに食べたってことは、後輩もこれ全部いくこうやってこうやってくれるじゃないですか。やっぱりダメってことだよね。そうだ。はい、はい、はい、待って、じゃあこのじゃあこれ、こうやってやってだんだん少なくするんですよね。開けてるうちに少なくする戦法でしょうね。いただきます。はい、どうぞ。いいね、いい食いっぷりだよ。やばい、いただきます。はい。手が震え。いや、俺、かわいいの、かわいいの、なんか、かわいいのってきた、なんか、だんだん。すげえ、なんか、公開でいじめしてるみたいな。いただきます。どうぞ。はい。ずっといて、ずっと。はい、ずっとずっと。はい、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 はい。はい。てん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 みたいな。あのね。まあ、私はですけど、まあ、まずあのカルボナーラじゃないですね、絶対に。だからプリンの比率が多いのか、甘さがものすごくて、なんかね、なんか本当に甘いですよね。うんうん。で、なんかね、なんかソースのなんつうの、あの難しい、この表現しづらい、ヨーグルトライスの時のあの、なんですかね、まあカルボナーラではないですね。焼きそばとアイス、でもアイスでさっきラーメンがまろやかになったから、もしかしたらここにアイス、ここにアイスを入れればもしかしたら奇跡が起きるかもしれない。あ、それいいね。やってみようか、やってみようか。そこ残ってますね。アイス残ってますよね。どんぐらい入れますか。あ、どんどんいっちゃってす、いっちゃって、これバーンって、これこれバーンって、これバーンみたいな。そう、ほらこれ、はい、ほらすごくないですかこれ。やばいっすよこれ。はい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 、やばい、これ匂いが、匂いがやばい。さようなら。いきますよ。汚い音だ。まずティッシュ入れます。もう国に帰りたい。